I was worried you'd blow up my reputation, but I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. ちょっとひげ剃ろう。で今日はね、最近ちょっと洗面台でのスタイリングムービーちょっと撮っておりまして、その就活生とかでも使えるこうサイドパートに上げたナチュラルな本当就活ヘアというかね、上げるスタイルの動画撮っていきたいと思います。で3つのね、ショートマッシュのヘアアレンジ3選っていうのもちょっと今度作りたいので、その動画を作りたいと思います。やっていきましょう。ムービー撮っていきます。セットはこのような感じで、ソニーのカメラをね、タオルちょっと下引いてこういう感じで狙って撃っています。カーサブルダース。サイドパートのヘアアレンジ動画ね、作りました。就活生とかにもね、使える動画を作ってみようと思いまして、やってみました。ちょっともう崩れちゃってんだけどね。こんな感じです。まあ何もなかったんで、このね、山登り用に買ったモンベルのガパオリゾッタ作っていきたいと思います。動画のこんにちは、どうもなみかずです。今日はモンベルのガバオリゾッタを作っていこうと思うぜ。まずお湯を注ぐ、このこいつを取り除いていく。まずそしてこの線まで熱湯を注いでくださいということなので、熱湯を注いでいこう。今お湯が沸きました。バルミューダの電気系統。ゆっくりとお湯を注いでいきます。この時にコーヒーを入れるようにしっかりと注いでいく。ここの線ってこれ見えねえ。どこの線これ。あ、ここね。なかなか分かりづれじゃねえかよ。 OK。 なのでこれ約10秒よく混ぜてくださいと。他の誰かになんてなりゃしないよ、その分かってるんだ。ティンティンティンティリエリメンバーティリエリメンバーティリエリメンバー。よし、よく混ぜたらチャックを閉めて3分だ。1、2、3。これで3分置いたらガバオリゾッタの完成だ。美味しいといいんだけどな。伝えたい思いを伝えられず、
勝負パンツ、勝負パンツは干していくよ。勝負パンツはタルバンくらいの白いボクサーパンツ。だいたいトランクス、俺はトランクス派だ。トランクスはスースーして蒸れないからいい。あなたこのトランクス、トランクス派だよね。トランクスのいいところはあそこがスースーして気持ちいいから。さあ、ガパオリゾッタが出来上がりました。これ山用に買ったやつで、なかなか山行くタイミングが逃してしまってね、朝飯で食べたいと思います。うん、うまい。なかなかいける。うん、おいしい。さあ、今日はね、めちゃくちゃ寒いですね。今日はちょっとね、お昼ぐらいから外に出まして、ヒグマコーヒー、ヒグマドーナツとコーヒーライスっていうお店が表参道にあるんですけど、ちょっとそこにね、行っていきたいと思います。で、その後夜、夕方からビーモンスターでまたね、体を徹底的に絞っていきたいと思います。参りましょう。参道に到着です。ヒグマドーナツとコーヒーライスっていうコーヒー屋さんに向かいます。これアップルストアの道を入りまして、そのままこれをまっすぐに行って、ね、1本目の道に入ったところにコーヒー&ドーナツっていう書いてある建物がお目当てのカフェでございます。混んでるな。コーヒーライスとヒグマドーナツコラボのお店です。おしゃれな内装ですね。さあ、ただいまコーヒー屋で編集作業を終えて、今からビーモンスター小山に行って体を美少し鍛えたいと思います。行きます。お、ビーモンスターレッツゴー。はい、ということでビーモンスターただいま行ってまいりました。今日もね、めちゃくちゃきつかった。これマジで、ね、痩せるわ。ということで今青山なんでね、ちょっと青山外苑前のしぼねが近いんで、ちょっと外苑前のしぼねに行ってコモリとかオーラリとか見ていきたいと思います。レッツゴー。しぼねは成城石井の上の階でございます。向かいます。しぼね来すぎやな。多分 SS ちょっとね、まだ増えてると思うんで見ていきます。さあ、雨降ってきちゃいました。折りたたみ傘を持っていてよかったです。ちょっとね、今日はあともう花買って帰ります。青山フラワーマーケットでお花買って帰ります。部屋に飾るお花です。あるように花を買いました。飾ります。
帰ってまいりました。今9時41分ですね。本日は休日だったのでちょっといろいろと行ってきたんですけれども、またね B モンスターっていう暗闇ボクササイズでちょっと通い始めて、夏に向けてちょっとね体を引き締めようと思っているので、ね、引き続き通っていきたいと思います。で今日は先日コラボさせていただいたトミーさんと宮永エイト君とね恋愛トークの動画を今日ちょっとね作り終えて、多分この日常ルーティン上げる時にはもうすでにそちら上がってると思うので、僕とそのトミーさん、そしてエイト君でそれぞれね3人企画が恋愛芝居なんですけど、それぞれ違った企画で作っているので、ぜひねその僕以外の2人の方もぜひご覧ください。結構恋愛の参考になる、もう僕自身も勉強になるようなね、そんな動画を作れましたのでね、彼女ができない、彼氏ができない人っていうのはぜひねそちら参考にして恋愛の手助けになればと思います。それでは今日はね、この後はちょっと映画でもなんか見ようかなと思ってるんでね、休日を楽しみたいと思います。それではアリー、買ってきたお花をこの額に入れるやつでね飾ってみたんだけど、ちょっと花でかすぎたかな、これやっちまった。まあいいか、って言われてるのは分かってますから、君がいいんだったらそれに少し考えさせてくれとか、撮影が終わって編集もあらかた終わった。さあ小森のね 2020SS のルックが出ておりましたね。いやーいいっすね、欲しい、いい感じです。さて小森の 2020SS のルックが公開されました。今日はその中で自分の中で狙っているアイテム、それを紹介していきたいと思います。まずこの小森のねロゴのルックかっこいいですね、すごい。でまずはこちら、多分解禁シャツなんですけど、このグレーのチェックがねまた渋いデザインで小森らしくて大人っぽいチェックですね。こちらは欲しいです。あとこちらのブルゾン、ブラックのブルゾンで、オーラリーでも以前こういうの出ていたんですけれども、これもね気になりますね。そしてセットアップ、ベージュのセットアップです。パンツがねこれポケットがこういうデザインで結構変わったデザインで面白いですね。あとはこのカットソーです。これ生地がなんだろうね、綿なのかな、ふわっとした質感のカットソー、これも気になります。そして最後はこちらですね、これもおそらくさっきのチェックの解禁シャツと同じ形のホワイトの解禁シャツです。ただねバンドカラーシャツを先日白買ってしまったので、白シャツじゃなくてグレーのねチェックの解禁シャツを狙おうかなと思います。このインナーの白 T もいいですね。はい、